はいどうも、ピルンズと申します。さあ、飛空城光のシーズン最終日ですね。でもう最終日に散々なことになってますね。でエナジーが105残ってて、あと2000できるんですけど、で、あれなんですよ、リベンジをもう見繕ってて、最後この人のとこに行こうかなっていうのを決めてあるんですけど、その2000行くまでにもうガチでこの普通の対戦で勝負しなくちゃいけないんですけど、普通に強くてですねまあ一個前に完全に全滅しましたね。いやー、あれ動画に撮りたかったな。すごい見事な拠点やったんですけど、そしてまあ10突はいたか、敵に。いや、すごいですよ。ちょっと踏み込んだら奥の方から2段階3段階で飛んできて、1ターン目から2人落とされましたね。1歩しか進んでないですよ2歩ぐらいかな。あの拠点ちょっとパクりたいな。なんとか作れそうな気するんですけど、いや、すげえ感動したな、あれは。同時に心もちょっと折られたんですけどすごいわ。ってことで、もう今 12,411 で、で2000できてってとこなんで、もうここにギリギリ上がれるかどうかのラインに来てますね。2000とも勝てればここに来ます。1000でも落とせばもう1回24止まりと。いや、すごいわ。すごかったもんあれは逆に動画にするべきの負け方でしたね。しゃあ、ブツブツ言ってたもんあれなので。危ない危ない危ない、リベンジだって。そう、リベンジやってきます。で、前半本当に調子よくて、ほとんど限定なかったんですよね。それがやっぱり最後の方も捕まってしまいましたね。3連チャンで60、80、80と、220ポイントか落とされました。で、その少ない、リベンジできる方の中でも、この S、なんて言うんだろう、S ジェグさんとリプルさんのとこにちょっとお邪魔したいなと思います。一応確認で見ときましょうか。はい。で、攻め取りで、攻撃取りで4。ってことはもう、防衛取りでは確実に3。なので、取り手的に有利を取れると。で、キャラ見ていくと、このエールぐらいがプラ3で、まあ、ノノは4、星4で排出されるんで、これをリーダーというか、一番お気に入りなんでしょうね。に据えるってことは、まあ、無課金税に近いのかなという感じです。すげえな、このノノ。なんでこんなステータスなる？すげえ。なので、ここに行きたいです、まず。行きますよ。S ジェグさん。お邪魔します。で、メンツはちょっと手直ししたかな。オリビエの B スキル、何戻せたんだっけ？救援かな。攻めであんまり使うことなかったんで、速さの封印、元から持ってましたね。に変えました。で、全員も、なんだろう、あんまり、この紋章とかも、あんまりなんか意味してないような気が、するんですよね。なので自分の身を守れる、結構受けなんか狙われたりするんで、このオリビエちょっと気持ち固くしときました。これぐらいかな。あ、そうそう、あとファーにちょっと花入れて、で遠距離防具やっぱりファーにアイクから持たせ直しましたね。やっぱファーの安定感がある。じゃあ、行きましょう。お邪魔します。
回23。いやだからさ、なんでこんなあーでも引いたから使ってますって感じですね。いやそれでも結構厄介な踊り手か。一応見てきますか。スカスカだな。なんか全然力を入れてなさそうな。はいはいはい。もうほぼ持ってるスキル継承 してない。ちょっと継承してるかな。なんか繊維とかもちょっと甘いし。いや、これはしっかり勝ちたいな。踏み持たせてるんだ。で、ラインハルト1と。はぁ、さあ、どういこうかな。エイル飛んでくる。ここで受けてしまえば、まあ、エナジーは関係ないんで回復しても、ここで受けてしまえば、なんかなる。引き戻しされるのか。引き戻しされて、引き戻しされて、まあ2回殴られるぐらい？うわ、でも、黄金の首座14。手だれやし。ぶちかまし。まあ、このエイルがぶち飛んでくるって感じっすね。いや、俺もあの見切りが欲しい。どうしようもないですよね、杖がいると。よし、決まりました。うん、やっぱりファーでさっさと受けちまいます。うん、でここにファーでも置いて、でベロニカ来るでしょ。でまあラインハルト引き戻すかな。これは引き戻して、で、3回攻撃するのかな？もしかして。3回ぐらいなら問題ないでしょ。うん。強行。あ、一応入ってんだ。もうこの辺もレベル1で全然仕事してないですけどね。しゃあ、じゃあ、行きます。死は慈悲。てか、サンマ水道軍団に、マジ。まず気をつけないと。エイルぶっ飛んでくる要素ないしな。こうきて、この往復しかなさそう。来るかな。ここでサイド来てもこの辺。まあ、このラインを越えたらまずいか。ちょっと綺麗にしとこうかな。この配置が無難かな。でインバースも入ると、星は眩しい。ここ綺麗にしとこう。こっち行くな。ここどうする。壊す。壊さない。空が舞台です。お祭りお祭り。これがもう限界かな。ベロニカでしょ。うん、ゼロで引き戻さない。えらいとこまで来たね。あそこに来る。あ、で、なるほどなるほど。逆にありがたい展開になったけど、まあアクア2枚ってえぐいな。悪さし放題やもんな。
死は優しい。うん、あとこのエールさえ片付ければ、あーもうこっちはこの二人は倒すしかないよね。案外このベロニカ悪さしな、どうだろう。死は優しい、ね、倒す。一歩上げたい。そうね、ここ壊して一歩上げようか。てかアクア2体も生きてんだよな。このエイルも倒しときたいな。壊す。これで倒せるでしょう。すげえデバフかかってんな。いや倒せないよ。で倒した時にデバフ入るか。いやもう入ってんのか。なんかもう強化やら弱者や弱化やらいろいろオンパレードですね。倒していかないといけない。倒す。はい。強そうね、こういく？こう、どっちでも一緒か。一応こっちの方がインバースに仕立ての紋章を持たせてあるんで。OK、倒せた。もう一歩進んじゃう。このエール悪さするかな。進んで、このまま待ってたらどうなるんだ。アクアがこのまま攻撃してくんのかな。悪さするな。下手したらこの辺のエール死ぬかもな。いや一撃なら耐えれるか。これで待機が無難かな？うん。わかりました。こっちにでは、殴る、踊る。空の舞台です。この辺に避難しといた方がいいのか。お願いします。まだ2ターンなんだ。あ、そのまま来た。ラッキー。で、エール一歩下で来る？で踊ってみ、あーやべえ扇溜まっとる。あー72。あー持ってかれたか。ただここまでですね。うん、もうエナジーもいらないんで、いいで、このままサイドで倒せるか。オッケー、はあ、このぐらいでしてほしかったな。今日の消化動画撮ってない試合はなかなかハードな試合やってきましたね。今日だけでも S ジェグさんお邪魔しました。ありがとうございました。次の1回まであと48。いや25まで行きたいな、せめて。うん、1回21に上がって初めての光のシーズンなんで、こんなもんでしょう。最初の方マジで調子乗ってましたけどね。うん、攻略も負けてないし、防衛も減点ないしで、かなりいい順位に、3桁いってましたね。700何歩ぐらい。それが今何歩だった？ 1000 何歩ぐらい。防衛じゃない。3桁いまだいけんのかな。1485。いやー厳しそうだな。みんなうめえ、うめえわ。身の程を知りましたね。フレンドさんなんか上にマンサがいますしね。俺のはるか何人だろう、10人以上いんのかな。すごい世界。したらもう一人の方、リプルスさん、日本人の方っぽいですね。一応チェックだけ。攻め取りで4、
ってことは相手が3と。で、エイルが無凸、インバースが1凸、ベロニカ無凸、シルビア1、エイルも1と。もう間違いなく無課金勢ですね、これは。うん、もうこういうやり方しか安全に戦えそうにないです。そしたらリプルさん、お邪魔します。1回25結構いってんな。1回25って俺が今目指してるとこか。ひなぎりんちゃん、あ、螺旋とかつけてない。ああ、三日やね。いや、もう舐めてかかると普通に死ぬってのが分かりましたし、ね、いやー、これは緩いか。あ、でも黄金の玉座9回も俺4回しか取れてないですからね。無課金勢でもさらに優秀な人がいるんだね。さて、どこか一応スキル見ようか。視線ひなぎの邪毒しのと息と。いや、未だに一戦級の強さですね、りんちゃん。で、構えの空戦、ほぼデフォルトかな、最初から持ってるスキルっぽい。で、エイルと極技飛行つけましたと。で、オフェリア応援も出る。で、ブーツヘクトルで迎撃か。で、セイニー救援ついてますね。下手に削るといろいろ飛んでくる。いろいろじゃねえ、2回だけかって感じと。さて、どうしようかな。よし、決まりました。またまたファーの出番ですね。もう砦の優位もあるし、遠距離防御とかもつけてあるので、まあ、ここかここに置けば、リン来て、オフェリア来てって、このオフェリアなら余裕で耐えれるでしょう。うん、なんなら、切り返しというか、反撃でワンパンしてくれないかな。でも、このオリビエ届かないので、ここまで、この二人がここまで来ると。でワンチャンミカヤ来ても、まあ大丈夫かなって感じ。お、ヘクトル先にこう、再行動させるんじゃないのかなって感じなんですけど。この辺なんで、もうしっかり配置しといてって感じですね。ここまでこの2のとこに1人いてもいいのか。リンここに来ても再行動できないし、そら線しかないもんね。大丈夫やね。頼むよ。で、ファーをここかここに置きたいと思います。こっちの方がいいかな。この9の方にも1人置いて、キラ星効果を倍増させますか。よし、行きましょう。こっち行くな。大丈夫やね。頼むよ。どう行こうかな。さっさと送った方か。こうかな。あ、
なんなら作戦室刺さった。見てなかったわ。逆にありなのか。一歩進んで、一歩進んで、最高度。うん、もうどの道。うん。この道、ファしか狙えないはず。わかりました。ここで最高だよね。ここも安全地帯。ここに配置できるね。うん。一段目終わり。はい、こっち行くの。この辺壊しとく邪魔やよね。下壊してもいいか。リンこの辺に来るでしょう。いや案外良くないか。ここ進む大丈夫でしょう。下壊しとくか。ナメプしすぎかな。空の舞台です。おお。これでどうですか。リンクルでしょ、まず。応援からか。はい。で、応援。はい、ゼロ。ゼロ。はい。いいよ。いい感じ。あ、引き戻すんだ。エイルがそこ。うん。死は優しい。リンめんどくさ。リンがめんどくさいな。また引っ張っても引き戻されんのか。一旦引きずってもいいのかな。背は眩しい。こう倒してあんま良くないか。ちょっと一旦引いてみようかな。どうだろう。死は優しい。またリン引っ込められるだけやもんな。まあいっか。とりあえずこっち側も。最高度かけれんのじゃない？強そうね。死は優しい。下がる。ここだね。で引き戻される。わかりました。これでしょう。リンが来る。あ、ミカヤか。で引き戻される。でエイル来る。うん、この動きは読めんかった。極技飛行ね。背は眩しい。ここで畳みかけとかないとちょっとめんどくさいぞ。ここは攻め時だ。どうしましょうか。こんなヘクトルめんどくさいな。お祭りお祭り。
ついに。さてさてさて。それめんどくさいな。倒す。ヘクトルにデバフ入ってんのか。まだ下げれる。蓋しちゃう。倒して横に移動して。何気に邪毒の餌食になるのか。何気にスキルも溜まってきてんだよね。なかなか厄介なの考えるな。ほんとエナジー壊さなくていいし、ターンは余裕ある。まだ引っ張るか。安全に行くには、こうして、こっち行くの。まだ引っ張る。星は眩しい。うん、ええ、来るかな。楽しみましょう。空の舞台です。これでゆっくり駆逐していく。3。お、引きも使えません。強そうね。いいね、インバース、いい仕事した。ここで畳みかけてしまいかな。うん、引いて正解でしたね。 OK、 よし、安全圏。やべ、逃げやがる。全くもう最後の最後に。星は眩しい。エナジーいっか。かのかの、こうして、こう、あ、ちょっと取れるな。取っとこう。最後の最後はパーフェクトクリアと。あー疲れた。あー、こんなもんですわ。リプレスさん、お邪魔しました。うん、2回25に到達と。あー、ギリギリ3桁いけねー。まあ、これから落ちるし、あ、どの道3桁は無理でしたね。これが今の俺の実力ですね。最後にフィレンドさんの具合でも見ときますか。いや、すごいもん。ほら、10位ですよ。上に9人。点差で言うと、400だから。あー、そっか。正直2回死んでおります。2回大全滅食らってます。なんで、まあ、少なく見積もって、100ずつか。それでも12,900やから、この辺です。あ、よし。せいぜい4位とかその辺ですね。4位じゃねえ、もっと下だ。6位ぐらいか。いやー、みんなうまい、うまいっすわ。うん。いやー、あれですね、攻めてて10突しなくてもやっぱもう配置で攻めづらさとか、そんなんがもう段違いな
世界ですね。もうこの辺に来ると。で、冒頭に話した、ズタボロに負けた、奥から、1、2歩進んだら奥から、ビュンビュン飛んできたやつ。あれ、スクショ取ってあるので、今出してもいいのかな。あ、でも子供の写真とかあるしな。ちょっと自分だけ、まあ、何かしら、自分の陣地に取り入れます。もう、あれは感動した。ちょっとうまいこと思い出して作ってみたいと思うので。で、さあ、っすね。最後自分の防衛でも晒しときますか。まあ、後半守れてないですけどね。全然。この辺が、いいっすかね。ハムさん、すいません。ちょっと、動画に残させていただきます。で、最終的にちょっとリニューアルしちゃったんですけど、これが結構守ってくれましたね。まあ、インバース来たらだいぶ弱くなるんですけどね、この陣地。もう、特にブレードのこのミストなんて、全く機能しなくなるっていう。ただこれに勝ったんだ。インバースはいてんのに。まあ、マリアベルがこんなに範囲広いので、どこかしらに被ると、ミストの、この、マリアベルが行動できるってことで、ミストが応援しに来ます、ここに。で、アクアかオリビエでぶち飛ばすと。この、どっちも、応援するだけでバフがかかるので。で、ブレードを生かした形で誰かしらを殲滅するというスタイルになっております。ののか。そう、応援来て、アクアでフルバフかかって、バチコーンと。さらに、なしか。結構面白いギミック、面白い動きしてくれる時あったんですけど、あって待ち伏せも持たせてあります。いやらしい。これに良かったな。で倒す。あ、であれか、救援祭りか。飛んでくる。さらにアクアで3マス移動。もうアタッカーほぼ全滅と。で心が折れたやつだった気がする。でも、このスルトなら勝てそうな気もし、なんとかなりそうな気もするんですけどね。さすがに死にすぎか。もう少し得点が欲しかったのかな。これも置いておきましょうか。すいません、アトラスさん。見させてください。インバースがいないだけで相当楽になってますね。作戦室刺さっちゃったのか。どう来た？ミスト落としに来た？倒せない。まだか。倒せなかった。あー、そこ踏んじゃった。ここ踏むとかなりピンチになりますね。エイルの回復があるといえど。どう来たっけ？ティバーン使ってきたんだっけ？ティバーンをワシカにさせて、あー、思い出した。この引き戻しじゃなくて、なんてスキルでしたっけ、これ。クレアのやつ。これ便利だなぁ。すげえ。帰ってくるもんね。んで、こっちのアタッカーだいぶ薄いな。あー、マリアベル。で、サイドで、オリビエも持っていかれると。5対2。リンダを犠牲にした。いいね、その移動の仕方うまい。このアイクに手こずった感じか。やっぱボーナスついてるだけあってかなり強くなってましたしね。無双しております。で、おお、ティバンも倒す。おお赤対緑なんで
だいぶなめっぷしましたね。アトラスさん、ありがとうございました。すいません。助かりました。やっぱ、深いですね、飛空場。はぁ、頑張って作ろう、いい拠点。イーデン。イーデン狙い行きます？残り14個で。これちょっと強いでしょう。ワンチャン狙ってみます。14個で。赤来てね。ない。無って何もなかったし。ティット。赤ゼロって。そんな意地悪ある？お、LP。いやー、昔からの動画で言ってますけど、マボ上げが、また速さ上げ。あと2回できんのかな。赤2個来てよ、じゃあ、最後に。あ、3つも真ん中は確定。いや、あえて、端々。いいねー。名前間違えてもごめん、ルーナ。引き戻しの女の子。頼む。いいね。これ外したら真ん中にいたっていうことが。それもどうなんかな。いいね、ダメっけ。大人チキ。マムクーとは。合ってたんですけど。よし、いやー疲れたな。ほんと光のシーズンなんか、ほんと毎日がプレッシャーで、あー面白いんですけどね。本当に闘技場ぐらいまったりしたもんにしてほしいです。闘技場はもう確かいけるはず。うん、2423でボーダーというかラインが3380なんで、これはいけますね。あー、バクサやってね。うん、まあ、ちょっと酒でも飲みながらまったりやりたいと思います。はー疲れたな。うん、したら以上ですかね。1回25でフィニッシュで、お疲れ様でした。またよろしくお願いします。